はあ、こんにちは、こんばんは、はるきです。今回は10万以内の RMRW の強さランキングになります。まあ、左サイドとは打って変わって、右サイドの選手にはなってます。で、今回も10万以内で買える選手っていうことと、あとはベスト5形式で、紹介をしていきたいなというふうに思います。でそれでは、早速紹介をしていきます。まずは第5位。第5位はロードトゥーザワールドカップのヘススコロナです、ヘススコロナ、まあ、この人非常に値段は安いっていうことも、あります、おすすめです。でやっぱりこの人の5-5っていうのが、まあ、こう非常に強いというか、まあ、数少ないような選手にはなってます。まあ、能力的にねもう少し、あればもっと良かったかなというふうには思うんですけど、全然この人もやれます。まあ特に値段もめっちゃ安いので、スパサブとして一回買って使ってみるっていうのもいいんじゃないかなというふうには思います。まあそれこそねスカートにさせるのであれば、まあさしてもいいかなっていうふうにも、思います。まあラリーガで組むしかないかなっていうふうには思うんですけど、まあ黒のデンベレだったりとかも安く、なってるので、うん、非常にこの人いいかなというふうに思います。それこそまあ黒デンベレ行くまでヘススコロナで行ってみるとかっていうのでも全然いいかなっていうふうにも思いますし、まあ値段の価値以上は絶対ある選手です。まあそれでもねこうなんていうんですかね、理不尽な突破だったりとか理不尽な強さっていうのはそこまでは感じられないかなっていうふうに思います。もちろん5-5なのでそれが見られるようなシーンはこう使い方によってはあるんですけど、まあそれでもやっぱり能力的な部分でいくとそこまで高くはない選手なので、まあ個人的には5位までに留まってしまったかなというふうな印象です。でそして第4位はパストゥーグローリーのロサーノです。ロサーノ、まあ非常にスピードに特徴があるような選手で、まあ逆足が3っていうことがまあちょっとネックかなっていうふうには思います。それでもやっぱり裏抜けをする時のスピードだったりとか、そこからのトラップした後のスピードで置いていけるっていうことがあるので、まあスキルを特に使わなくてもだったりとか、スピードを置いてスピードが ある中で、推進力を持っていって、でその相手を追い抜いていってるスペースで、まあ、もし逆足の方だったら利き足の方に持ち替えてとかっていうことがまあできるような選手にはなってるので、まあ非常にスピードを生かしたドリブル突破っていうのができるような選手にはなってるかなというふうにも思いますし、まあ特にやっぱ裏のスペースが空いてると、まあ非常にこの人は生きるんじゃないかなというふうには思います。であとはやっぱりドリブルですね、ドリブルも非常に軽く、まあもちろんやっぱり先ほどからも言ってる通りスピードがあるので、そのスピードもドリブルもあるっていう風な選手でいくと、やっぱり相手からすると嫌な選手にはなるかなという風には思います。まあスキルが5あればなお良かったかなという風には思うんですけど、まあ4あれば全然十分かなという風には思います。でパスはねそこまで上手くはないので、特に逆足出した時はもっと精度が下がってしまうので、逆足でのパスっていうのはちょっと注意は必要かなという風には思います。まあこれだけ安いとね、この人もスパサブで全然ありかなと個人的には思います。で、そして第3位はワールドカップフェノムのサカです。サカ。まあ非常にこの人も使いやすく、ドリブルも軽くてスピードもあるような選手にはなってます。まあそれでもね、この人は、まあヘススコロナと同じような形といったらあれですけど、そこまで理不尽感はないですね。決定力がめっちゃあるっていうわけでもない。でフィジカルに関しても、まあ、ちょっとこう当たられてしまうと弱さは感じてしまったかなというふうには思いますね。なかなかこうリアルの坂みたいな感じで、こう体当てられてもこうくね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 いくというか、そういう風な選手ではなかったかなという風には感じます。それでもサイドの選手としては非常に使いやすく、おすすめかなという風にも思いますし、やっぱ4-4あるっていうところで、まあ、逆足でもシュートだったり、パスだったりも出せる、打てるっていう風なところも非常にこう坂の魅力なんじゃないかなという風には思います。まあ、やっぱりねそれこそ金のサラーだったりとかプレミアだったら比べられるかなっていう風に思うんですけど、まあサラーよりかはちょっと強いかなっていう風に感じましたね。黒のサラーとかまで行っちゃうと、まあ黒のサラーなんですけど、
まあ10万以内でっていう風に考えると、うん、坂はおすすめかなっていう風に思いますし、まあプレミアで、うん、これだけ値段が安く抑えられていて、結構強いっていうところでは、うん、10万以内ではなかなかいないかなという風には思います。やっぱプレミアは他のリーグよりは高くはなって、うん、しまうので、まあそれでこれで10万以内だったら全然坂は、うん、いいかなという風には思います。でそして第2位はメッシです、メッシ、金のメッシですね、金でも全然強いと、思います。もちろんペースに関して、いくとね、うん、坂だったりロサーナの方が早いんですけど、やっぱりボールを持った時の細かさだったりとか、まあ、相手をずらす、でそしてその後のパスだったりとかシュートっていうのは非常にやっぱり特殊能力が出て、特殊カードが出てきてる中でも、金でも十分に強く、まあ、活躍ができるような選手にはなってます。能力だけ見ると非常に強いですし、本当にこの人の、うん、ドリブルの細かさっていうのは、まあ、相手にしてみるとよりね、あの厄介やなっていう風にも思うので、まあ、いろんなメッシ自体も特殊が出てきてる中で、うん、この金のメッシも安くはなってきてますし、10万以内で買える、で右ウイング、右サイドでいくと、うん、やっぱまだまだメッシのこう特に決定力ですかね、うん、の部分では本当にちゃんと決めきってくれるなっていうところ、安心感があるっていうところがやっぱり非常にある。でその中でビルドアップの中でもドリブルだったりとかパスもうまいっていう風にはなるので、非常にメッシも、うん、おすすめかなと、金のメッシでもおすすめの選手にはなってくるかなというふうには思います。でそして第1位はワールドカップストーリーズのベイルです、ベイル、まあ、ベイル10万以内で、右ウイング右サイドだったら自分は圧倒的な1位かなというふうに思います。強さだけで見ると圧倒的1位かなというふうには思いますね。この値段の安さでこれだけの能力だったりっていう備えてる人はもういないので、やっぱりスピードもあって、ドリブルもできて、でシュートもパンチ力あるようなシュートが打てて、でパスも出せる、フィジカルもあるっていう風な選手にはなるので、非常に強い選手にはなってます。それでも最大の問題点はやっぱりケミストリー、うん、何回もこの人を紹介するときには言ってるんですけど、 MLS でウェールズっていうところが非常に難しい、てかもうほぼ無理ですね。スタメンで使うのは多分ほぼ無理です。なんでまあ強さだけでいくとこの人は1位なんですけど、まあ、またおすすめっていうところではまた違うくはなってくるのかなっていうふうにも、思います。それでもスパサブとして、紹介をした時にもこの人は出てきてるので、うん、全然スパサブとしても非常におすすめかなというふうには思います。逆足は3なんですけど、もともとのこう能力っていうところが非常に高くはなっているので、うん、この人は逆足でも全然自分は決めてくれたなというふうな印象があります。あとはやっぱり置いていけるようなスピードだったり、そのスピードに乗っている間に体をぶつけられたりしても負けないフィジカルも持ってるっていうところが、やっぱり相手を突破する上で、非常に強いところかなというふうには思います。まあ、ベイルは本当にケミだけっていうところで、まあ、実力的には10万以内でいくと一番強いんじゃないかなというふうには思います。でここに入れきれなかった選手でいくと、パストゥグローリのニャブリ、そして同じくパストゥグローリの伊東純也ですね。まあ、ドイツがグループステージ敗退したことによって、まあ、ニャブリはそこまで能力上がらなかった選手なんで、まあ、個人的には、うん、こう普通に使えるねぐらいでとどまってしまった選手にはなったのかなっていうふうに思います。もっとなんかこう化けたニャブリが、見たかったなと、個人的な、うん、欲はあるんですけど、まあこの人も非常に、まあまだ全然使えるっていうところでいくとおすすめかなというふうに思います。で伊東純也も非常にやっぱりスピードがある選手なので、まあゲーム的には強い、選手にはなってますし、やっぱりこうサイドでこれだけスピードがある選手って、もうそれこそ他のね、あのもう日本人っていうところだけじゃなくて、他のこう選手を見てる中でも
これだけのスピード持ってる人っていないので、うん、まあ、個人的にはスパサブでおすすめかなっていうふうには思うんですけど、まあ、全然スタメンでもやれるような選手かなというふうに思います。まあ、伊東純也もニャブリも入れたかったんですけど入れきれなかった。でも、個人的には強くて、ね、おすすめの選手かなというふうには思います。まあ、っていう感じで、これが RM、RW の、まあ、10万円で買える、強さランキングになります。まあ、残りは ST だけかなというふうには思うので、まあ、S のランキングもまた作りたいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。